十、村政は、江戸時代に、加賀藩の第三代藩主、前田利常が制定した農政制度で、地方の有力な農民を十村として開住し、いわば現場監督として利用することで、農村全体を管理監督し、調税を円滑に進める制度である。改策方施行にあたって、十村はその業務範囲を広げ、加賀藩、富山藩、 大正自販における農政の実務機関としての役割を従前に果たした。十、村政のために特権を付与された農民を十村と称する。彼らは、旧来の有力豪農や機能した、旧武家など藩主から信任を得て任命された場合が、多く、一向一揆の監視対策も兼ね、所属収支としては、新言州や全州に属する場合がほとんどである。十村は、 軍武行あるいは改作武行の会、肝入りや昭屋の上位に位置する。はじめは十家村ほどを束ねる役割を担っていたため、十村と称したが、後には、数十家村を束ねる十村も現れた。十村は、上位から、組無後縁に十村、組持ちごふに十村、平十村に区分され、さらに各区分が三分される、京急難解の序列があった。十村には、 役寮として支配下の15歳から60歳の男子から年に米2章が徴収され、当てられた。世襲ではないものの、基本的には村を束ねる語能が任命されるため、事実上世襲に近い状態であった。一人の十村が管轄する範囲を、組と呼び当初は十村の名前を冠して呼んでいったが、後に地名を冠するようになった。加賀藩の藩祖である前田敏家は、 織田信長の命を受けて、加賀一向一揆を鎮圧したが、その際に、門と千人以上を処刑したと言われる。この一揆に対する弾圧により、労働人口が減少したため、加賀藩では、江戸時代に入った後も、年貢の徴収ははかどらなかった。一方、前田家は百万国を有する強大な戸様大名で、あったため、江戸幕府から度重なる不信や軍役を命ぜられ、 あるいは価格を維持するための交際費などにより、その支出は、加算でいった。このため、徴税にあたる家臣や大官は、さらに厳しく、年貢を取り立てようとしたが、不相殺戮された農民たちの怒りを増大させ、捨て身のサボタージュや調産を招くばかりであった。しかもこれ以上に農民を追い詰めて、大規模な一揆を起こされた場合、幕府に介入の糸口を与え、 藩の運営能力を問われた末に原稿改役を受けることは免れ得ない、まさに危機的状況にあった。前田利家の長男理長の才能を恐れた、徳川家康は利長を隠居させ、自分の孫娘、玉姫を嫁がせた利常に家督を譲らせた。しかし、玉姫の父、徳川秀忠が、既得状態になった官営八年無本の疑いありとして利常は、 江戸の藩屋敷に軟禁される。軟禁は3年間続き、不思議なことには結局許されたが、自分の置かれた危うい立場を肝に命じたと年常は表面上は愚者を装いながら反省の安定化を図ることになる。求人制度の欠陥は2つあった。一つは、徴税に当たるのが藩の役人、または家臣であったために農民の反感を招いたこと。もう一つは、 各求人が、それぞれの治療地の年貢を徴収していたことであった。治療地は入り組んで配置されていたため、近隣の旧人間で競争意識が強く、年貢の徴収は厳しくなった。また、ある農民が逃亡し別の治療地に逃げ込んだ場合の補足が困難であった。一方、農村部では一向一揆の際に組織された門徒指導者を中心とする社会秩序が、 江戸時代に入って以降も厳然と機能していた。これに着目した年常は農村の監督、朝税を農村の有力者に委ねることとした。一部の求人たちは抵抗を見せたが多くは農民を脅したりなだめたりしながら貧しい、彼らから搾取することに疲れ果てており、抵抗はそれほど強くなかったという。年常は50年にも及ぶその知性の大半を この改革に費やし、十村のシステムを完成させたのであった。この結果、家臣は農村からの直接収入を奪われ、藩から支給される淵により、生計を立てることになる。これが、後の五代藩主後期や六代藩主吉則らの藩主独裁を目指す、藩政改革、ひいてはその後の加賀騒動へとつながるのである。また、十村は初期に、裏の事件に加わった。 その同官らを例外として、反体制の末端として、百姓一揆の矢表に立たされる存在となっていった。19世紀初頭に藩主を務めた、前田成長が疲弊した農村を復興させるために、改作法を復興させるため、現場の主導的立場を十村に担わせたこともあった。しかし災害などが頻発して収穫が思うように、得られず、十村が責任を負わされて、 集団で処罰を受ける出来事もあった。加賀国、能登国、越中国の前田藩領のうち、古市中国寧軍全域、新川軍の一部は、富山藩領、加賀国江沼軍全域、野見軍の一部は、大正寺藩領、残りが、加賀藩領である。新川軍、ネ軍、伊水軍、鈴軍、鈴軍、藤月軍、鹿島軍、白井軍,軍、加賀軍、石川軍、 飲み軍、江沼軍、常治国家十村を務めた豪農の屋敷のいくつかは、現在も保存されており、以下は、見学が可能である。西田喜太郎、ありがとうございます。